グアム国際空港級ターミナルビルマイナスコンチネンタルミクロネシアの本部コンチネンタルウェアミクロネシアはかつて存在していたアメリカの航空会社コンチネンタル航空の子会社であり2010年12月22日コンチネンタル航空へ統合されたグアムを拠点とし日本ミクロネシアポリネシアハワイ東南アジアオーストラリアへ就航していたニックネームは エアーマイク。2010年に本体と言うべきコンチネンタル航空と統合し消滅している。なお、会社そのものの IATA コードは CS だが、晩年にはコンチネンタル航空の CEO を使用していた。ボーイング727から200型、非グアムホノルル艦のうち、マジュロ、ポンペイなどを経由するボーイング737から800による CO956。 957便は、アイランドホッパーと呼ばれていた。ボーイング737から800型機古くは、ボーイング727、747、757、マグダネルダグラス DC-10 などが使用されて、きたが、近年はボーイング767から400、ER 及び737から800の2機種に統一されていた。 767から 400ER は、成田グアム、グアムホノルルに投入されていた。また、767から 400ER には、ビジネスファーストクラス20席が設定されており、エコノミークラスも含めた全席に、個人用液晶モニターが装備されていた。727に関しては、マイナス200、アドバンス型以前ばかりのマイナス100型。 DC-10 も国際戦士用の -30 ではなく、米国内戦士用センターギアレスの -10 型がほとんどで、コンチネンタル航空本体からの他に、欧州で活躍した機材からの中古が数多かったことも特徴である。中古元で一番多いのは、ルフトハンザ航空とアリタリア航空で、イカスイス航空、イベリアスペイン航空、オリンピック航空と続くものであった。 これらはグアムベースで動いていて、アイランドホッピング輸送の後ホノルルを介して、機材メンテナンスでロサンゼルスなどへ定期便で送り込むことが多かった。一方、737から800はグアムをハブとする CS ネットワークのうち、767から 400ER が就航する路線を除く、すべての路線で活躍。ビジネスクラスを含め、 個人用液晶モニターは設置されていない。なお、すべての737から800には燃費向上に効果のあるブレンディットウィングレットが装備されていた。ありがとうございます。